無料個別相談介護職向け LINE 相談窓口、概要欄から無料登録。皆さんこんにちは、ケアキョウです。今回はブラック介護施設の特徴5選をご紹介します。ケアキョウの LINE 相談によくいただく特徴です。ぜひご自身の職場が当てはまるかどうかチェックをしてみてください。第5位、休日が取れない、長時間労働が当たり前。ブラック介護施設と聞いて一番イメージしやすい特徴です。介護の仕事はシフト制のため、どうしても他の職種に比べると休日や有給が取りにくい傾向にあります。特にブラックな介護施設では希望の日に休みが全く取れない、有給休暇の取得を拒否される、有給休暇を勝手に指定されるということがあるようです。さらに休みを取るときは代わりに出勤する人を見つけないといけないという違法ルールが存在する介護施設もあります。欠員を補充する役割は本来管理職や役職者の仕事になります。また長時間労働やサービス残業も常態化しがちです。ブラック介護施設では勤務内容に関わらず常に残業が発生して、長時間労働が常態化している場合も少なくありません。よく聞く例では、夜勤明け後にそのまま昼過ぎまで日勤業務のサポートを強いられる、会議が休日に設定され休日を返上して出勤をするも全く残業手当が出ないという例があります。第4位、対応困難な利用者様が非常に多い。当然ですが、対応困難な利用者様がいらっしゃるからといってブラックな介護施設なわけではありません。こうした方をしっかりと対応することも介護福祉業としてやるべきことだと思います。ただ中にはあまりにも対応困難な利用者様が非常に多い施設さんがいらっしゃいます。なかなか利用者様を獲得ができない、なので他の施設さんが受け入れ拒否をした利用者様にどんどんご入居いただく、結果職員への暴力がひどい方、大声を常に出して他の利用者様の不穏の原因となる方、施設から頻繁に抜け出そうとする方ばかりという施設になります。現場の負担は上がる一方になりますが、経営側が売上が上がることもあり全然気にしていないという状況になります。こういった方も介護福祉事業所として受け入れることも非常に重要です。しかしながら限度というものがあります。こうした職場ではどうしても人の入れ替わりが激しくなってしまいます。現場と密に連携を取った管理者の方が利用者さんの割り振りを考えて、時には利用者さんの受け入れを断ることも非常に重要となります。第3位、人員配置基準を守っていない。介護施設ではご利用者さんの人数に合わせて必要な介護職員の人数が決まっています。しかしブラック介護施設ではこのような人員配置の基準を守っていないというところもあるようです。人員配置の基準は必要最低限の人数を定めているものです。ただでさえギリギリのラインである必要最低限の数を下回るとなると、職員1人当たりの負担非常に大きくなることは容易に想像ができます。中には実際に介助を行わない事務職員や清掃員を人員配置の人数に含めて基準をクリアしているように見せかけている施設さんもあります。第2位、介護職員がしてはいけない医療行為を行う。これは違法行為です。逮捕者も出ています。医療行為は医師か看護師が行うものと法律で決まっています。一部例外として介護職員が医療行為を行えることもありますが、基本的には NG です。よく耳にする介護職がやってはいけない医療行為としては、排泄時の摘便、無資格者による喀痰吸引といったものがあります。ご利用者さんにスッキリしてもらいたい、お願いされたからというような親切心から医療行為を行ってしまうようですが、医療行為には危険が伴います。下手をすれば命を奪ってしまうことにもつながることもありますので、しっかりと知識を持った人が行いましょう。当たり前のように摘便しといてという看護職員さんもいらっしゃるとのエピソードをお聞きしたことがあります。こうした施設の場合は要注意です。第1位、暴言暴力虐待が常態化している。よくあるご相談としては、転職を最近した施設で暴力や虐待が当たり前に行われている、現状を運営側に伝えても聞き流す、見て見ぬふりをする、スルーをされる、その職員さんとしては告発をすべきか自分も染まるべきなのか思い悩まれる、最終的には全然是正されない職場なのだと諦めて転職をされるというケースです。こうした職場では良い職員さんほど先に辞めてしまう、結果問題を起こす職員や問題を放置をする職員しか残らない、ますます真っ黒な職場環境へと陥ってしまうという悪循環に陥れます。大きな問題ですので、すぐにでも行政に介入をしてもらうべきだと思いますし、職員の暴力や虐待がある介護施設は潜在的に労働環境や人間関係の不満が強いとも言われています。
すぐに問題となる行為をやめるとともに、労働環境や人間関係などの働く環境を根本的に良くしていく必要があります。今回はケア協の LINE 相談によくいただくブラック介護施設の特徴5選をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。もし個別のご相談があればケア協の LINE までお願いいたします。今日の動画もご覧いただきありがとうございました。いいね、動画へのコメント、チャンネル登録もお願いします。また、ケア協では介護職の皆様のための相談窓口も用意しています。職場のトラブルから人生相談まで何なりとご相談ください。それではまた次回の動画で。さようなら。